真夜中のヒットパレードポップジャム、今夜もミラクルファンタスティックな顔ぶれが大集合です。キュートな魅力がたまりません。ボアスさん、16歳の歌姫のキュートな魅力たまりません。爽やかなダンスナンバーをどうぞ。シャイン We are Gonna take a chance。今をときめく3人の歌姫が大集合ということで、うん、相内里奈さん、そして柴田純さん、どうぞ。はい、拍手。こんばんは。はい、こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。うん、この3人で一体何をするのかというと、うん、こちらです、はい、歌姫たちの未来予想図。相内さん、柴田さん、そしてボアちゃんと世代が微妙に違うこの3人にですね微妙に違うね。違いますね。 なので未来予想図をちょっと描いていただいています。はい、はい、まずは未来を知るには過去を十分に知っておく必要があるということで、そうね、まずどんな風に育てたか、はい、知りたい ところですね。はい、はい、最初の質問はこちらです。10年前何してた。すごい質問やな、うん、ボアちゃんから見てみましょ ましょうか。お願いします。どうぞ、はい、6歳の時、うん、テレビで、うん、歌手の方の真似をしました。なるほど、はい、でそれを見てから、うん、歌手になりたいなと思ってましたね。なるほど、はい、10年前が6歳だった。6歳の時にもうでも歌手になりたくて歌っていたの。
はい、もうテレビで出てる歌手 の、 その姿をビデオで撮って、それを見ながら覚えて、そうか、はい、ビデオがあったってことです、10年前は ね、 ね、確かに僕らがした時にはなかったから、はい、必死でテレビを見て覚えしかなかったんですよね。皆さん自身に10年後の未来を今度は予想していただきました、はい、こちらはイラストで描いてもらってますね、はい、なるほど、10年後のイラスト、はい、まずはボーちゃんから見てみましょう、うん、どうぞ。これは何？それスクール、学校、はい、はい、学校でブックとペン、はい、そうですね、どういうことでしょう、教えてください。ですね、はい、26歳の時、はい、ニューヨークで入学してる、はい、はい、10年経って26歳がまだな、うん、それはニューヨークには音楽のことも含めて勉強ですか、それとも他のことも含めて勉強ですか。まあ歌もそうなんですけど、うん、英語ももっと勉強したいし、うん、作曲とか、おー、はい、いけるいける、うん、すぐいけるいける、全然いけるよ、ね、近い将来の感じですけれども、期待してます、はい、ありがとうございます、いい感じですね、はい、いろいろと出ましたけれどもね、素晴らしい、いい意見が聞けましたよ、はい、はい、皆さんどうもありがとうございます、ありがとうございました、はい、早速愛内里奈さんに歌っていただきましょう、はい、スタンバイの方よろしくお願いします。Can't move.